はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は桜戦線1ですね、足元崩壊ランデブーということで、まあストーリー進めてったらわかるんですが、ジナコからなんと BB がラスボスになったっていう、まあいつも通りのやつですねの展開になったんで、やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回は援軍としてネロが参加、短期とパーティーを使い分けて戦線に勝利せよという形です。はい、まあBB ちゃんの水着ですね、なんか共感あんのかなと思ったんですが、なかったです。はい、なんかこのタイミングでポロってやってくれたら嬉しかったんだけど、まあまあ仕方がないねっていう形だね。で、特定のマスにいるときに敵のパッションリップの戦闘を受けるとパーティー全体がダメージを受けてしまう。はあ、なるほどなるほどなるほど。で、敵のアルターエゴはあまり動かないんで他の敵から撃破していこうらしいです。はい、ということでまあいろいろやっていくんですが、まあ今回なんか結構固まって動きそうな感じがするんで、まあところどころちゃんと見ていきますか。なんかバケコがめっちゃ強いって言ってたからバケコ使おう。危ない危ない危ない、始まらない。よし、とりあえずこれで埋めれたしやっていきますか。はい、ということでレッツゴーです。あ、けど あれだったな、よくよく考えたらランサー一人少なくしてもよかったか。桜迷宮開幕です。まずはリップの破壊力、気になるあいつをくしゃくしゃだぜ、くしゃくしゃだぜ。ということで新しいボイスつきましたね。ということでやっていきますか。ぺしゃんこになっちゃえ。ということでなんかバフが入りましたね。バフ入りつつ、ここなんだ、トラッシュ&クラッシュ、マスにいるサーヴァントにエネミー側のパッションリップの戦闘時味方全体の HP3000 減らす状態、エネミー側のパッションリップには無効デメリット。あー、このマスは基本踏みたくないって感じなんだけど、まあ踏まないといけないっていう形だね。まあとりあえずやることは変わらず普通に行きますか。でここを嫁ネロで殴った方がいいので、こっち側にとりあえず進めさせておいて、で上側はね、えっちゃんあえてここで待機させときます。あの攻撃食らうと厄介なんで置いておいて、ここはバスター上げていいな、この子バスター強いので上げつつマスターをちょっとだけ移動させる。これで OK。 とりあえずこれで敵がどういう風に来るのかが分かんないんだけど、まあナポレオンがこっち側に攻めてきてくれたらすげえ嬉しいんだけどな、やりやすくて。あー、ナポレオン来い来い来い、よーし OK ですね。これナポレオンここ来てくれんのはありがてえ。でレジライ、あーレジライちょっとめんどくさいな、レジライめんどくさいけどなんとかなるか。とりあえずもう影虎さんはガン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 前に行ってもらいましょう。あ、水着 BB になってるから多分ボイスが変わってるんだ。でここ短期で殴った方がいいので短期で殴ります。まあブリュンヒルデになってるんですが、まあなんとかなるでしょう。あーけど敵の体力ちょっとだけ増えてきてるね。そのこと考えたらまあ本来だとうまいことエクストラチェーンとか星出しとかしたかったんですが仕方がない。あーけどこれ、あーやっちゃったな、メディアさん持ってきといた方が良かったな。まあまあけどここは防御である程度耐えれてるのでいいでしょう。なんかクリ発生率がめちゃくちゃアップしてた気するんだけど気のせいだろうね、気のせいということにしておこう。でここでとりあえず1回殴ったらパーティー効果で殴れるので、まあ嫁ネロがどれぐらいだろうな、43000。あー、これは宝具打った方がいいので宝具打ちます。まあ本来だと宝具打ちたくないんですが仕方がないですね。できたらねこのブレイクの後に宝具打てるっていうタイミングがめっちゃ良かったんですが仕方がない。とりあえずここで飛ばして飛ぶよな、余裕で飛ぶね。12万ぐらい、16万ぐらい火力出てるわ。あ、なるほどね、クリ発生率アップのやつついてるんだ、クリ耐性ついてるのか、だからある程度なんとかなってるんだね。でここはとりあえずこれで置いておいて、どうしよっかな、呼ぼっかな、呼ぶか。ちょっとね戦いたくない、フジノンで戦うのちょっとリスキーなんで、ここはとりあえずまあ普通に殴って、えっちゃんでできたらチェインしたいんだよな。チェインできないか、
まあまあまあチェーンできないにしろ、こっちは一応バフがいろいろあるということで、Q が2枚あるので、まあこれで多分飛ぶと思うんだけどな。クリルカップつけてるのでいいですね。クリ発生率が相手食らうごとに追加されてってるのがすっげえ怖いけど、まあなんとかなるでしょう。あー、えっちゃんの救世のアップいらなかったかもしんないな、このタイミング。まあ仕方がないか。で、もう一回殴れないのでこっちで殴りましょう。あー、モーツワルトの第3ワンチャンいらなかったか。まあええか。あれ、コマンドがおかしい。あ、違うやつで殴ってるからちょっと違うのか。まあダウンさせて、ダウンさせて、まあクリティカルドーンしてくれることを祈りたい、祈りたいな。無理かい、無理かー。これクリ発生入ってたな、結構でかかったんだけど。モーツワルトに攻撃がいってくれる分にはいい。オッケー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 。あれ、これクリ力アップだっけ、発生率アップだよな。そのこと考えるとクリ耐性結構あれなんだな、万能なんだな。よし、オッケー。ということでここ普通に突破していきましょう。あー、キューバスター級でよかったかもな、星出しのこと考えるんだったら。まあいっか、いい感じの星も埋めてくれるので OK です。よし、でどうするか。バケコでね、とりあえずぶん殴りたいっていうのがあるんで、どうしよっかな。あ、前に進める。進んでいいかな、進もう。進ませて、ご苦労様、お役に立つといいですね。ねえ、やっぱなんか水着 BB ちゃんのこういうボイス好きだわ。でバケコはそのまま上っ側に目指して、ここ殴るか。まあ相手がパーティー効果発動してるけど、こっち防御力アップついてるんで、まあキャットですね、キャット狙いつつ殴れたらいいなということで全部打っておいて、あー6万、うーん、いや、バスターアーツバスターでいこう。確実に飛ばせるように、飛ばせない可能性の方が高いんだけど。あー、クリティカルしてくんないか。いや、クリティカルしてくれたらワンチャンあったんだけどな。このこと考えたらアーツバスターの方が良かったか。やっぱパーティー効果のバフとかが入っていないとちょっと辛いね。うわ、バーサーカー1って火力単純に痛い。ダメージカットとかうまいこと活かせてるからなんとかなってるけど、あー、これ一回後ろに行って待ちましょう。お、オッケー、いいね。一人で突っ込んでくるんだったら別にいいよ。どうぞどうぞ突っ込んでください。だからな、こちらはまだダメージの防御力アップがついてるんでなんとかなります。そう考えるとあれだな、 HP2000 減るけど3ターンダメージカットって地味に優秀ですね。というのをいろいろやりつつ、ここも素直にバスターアーツバスターで殴っていきましょう。まあ、バスターアーツバスターで次のターンも殴れたら飛ばせるかな。まあできたら玉毛が前に出てきてくれると、コロンブスへの宝具からの玉キャレドンっていうので両方ともいちいち削れてラッキーっていう形になるんですが、うーん、来なさそう。あ、上行ったか。上行ったのなら仕方がない。前に詰めて、前に詰めて、入れ替えません。なんで入れ替わろうとするんですか。あー、パーティー効果向こうだけか。モーツァルト一人でポンって言っても正直なところ何の得もないので、ここはいいか、放置しておこう。で、まあパーティー効果あるんで、ここはもう二人で殴ってもらうしかないね。とりあえずここパーティー効果でチェインが組めるんだったら、ヨメネロがいい火力出てくれるんでいいですね。防御力ダウンも入ってるから飛ぶかなー。うわー、おー、神的、いいですね。よし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 、これで1回分殴れた。で次も殴らないといけないんだけど、できたらメディアで飛ばしたいっていうのはあるんだよな。ちょっと待って待って待って、これマジで交換になる時が一番怖い。メディアが一応宝具打てるんで、まあコマンドがそうだよね、そういう形になるから、チャージの防御力アップして
ルールブレイカーでいこう。いやけどさすがに無理か。さすがにノーバフのルールブレイカーって本当に弱いからな。メディアさんにアーツ性のアップとかついてくんないかなって思いつつ、まあまあね、一応強化解除耐性を下げることによって強化発生率を下げることによってなんとかなる。よし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 、いいですね。いった、等倍でそんなに食らうんかよ、痛すぎ。まあただただこっちはとりあえず嫁ネロで飛ばすことができるんで、ここでオッケーですね。いや、めんどくさい宝箱をとりあえずここで処理できたっていうのはめちゃくちゃでかい。報酬もらいましょう、報酬を。でそのまま嫁ネロは下っ側に行ってもらって、メディアさんに宝箱。何なんだろう今回。飛んで火にいるなんとやら、ちゃんと持ち帰れるかしら。持ち帰ります。うわ、精霊魂いいね。精霊魂はすごいありがたいですね。でここで一応後ろに行ってもらって殴る。ここは殴りですね。殴ることによって玉毛を先に潰したいんだけど、あーけどこれ多分これでいいでしょう。バスター性のアップしてるんで、ここで一回1万9000まで減らしておいて、フジノン自体がちょっと俺宝具レベル上がってないんでね、多分これぐらいでいい火力が出てくれるはず。オッケーです。あ、でもそっか、フジノンって確か防御無視かなんか持ってたりするから、別にあれだったね、やらないでよかったねって今思ったわ。はい、ということでとりあえずここは突破と。まあただまだ1回分のねブレイクが残ってるんで、フジノンを1回後ろに持ってってバケコを前に持っていこうよ。体力的なことも考えたら多分変えた方が良さそうだしな。入れ替え、はい。でえっちゃんは正直そのまま放置で、はい、これでいきます。でリップが全然あそこで動かないので、動かないんだったら動かないんで、まあ放置しとけば OK なので、まあまあとりあえずまあグダーって待ちますか。うい、痛い、うん、痛い、死にかける、危ない。ということでホグ、あ、これホグ打たないでいいな。バスター A バスターでいきましょう。パーティー効果で相乗的に上がってるということは、まあこういうことなんでね。まあ宝具打たないでいいタイミングは宝具を打たない、これが一番大事。ただあれだな、次チェンジされて小太郎くんが攻撃しに来たらちょっと痛いな。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ、もう攻撃してくださいな。こっちとらまだなんとかいろいろあるんでね。おーおー、危な、すごい危ない。あーでここは、はい、この強食状態が今回めちゃくちゃ活躍するんじゃないかって思ってるんだけど、割と活躍しそうだな。まあ、今回に関してはね、相手がいろいろアップしていくからチリツモかもしれんが、ここで回収しつつ防御力ダウンして HP 回復できるのは強い。あと殴り続けるたびに防御力ダウンするのはいいですね。うわ、入れ替わってきやがった、こいつら賢いな、賢いっすね。ちゃんとここで入れ替わって殴りに来る。うーん、まあ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 1回分が損しちゃうっていうのがあるんだけど、まあまあ仕方がないね。あー、そのこと考えたら入れ替えて殴った方が良かったかな、もったいないことしたかもしれない。お、玉木は自分から来ますか、いいですね、自分から来る分にはいいですよ。こっちには防御力アップいろいろついてて、まあ藤野はさすがに体力63だったから仕方がないけど、まあまあそういう感じやからな。これそういうことだよね、そういうことなんやな。うわー無限じゃんこんなん。やば、永遠とやっていくじゃん。殴ったら強化されるってことは永遠と強食状態刺さるよねっていう、これ強いな、そりゃバケコ強い言われるわ。で、話変わったな、話変わったのと、ちょっとパッションリップが動き始めたんで、私のこと甘く見ちゃってます、ちょっと待てよ、うん、甘くは見てない、全然甘くない、全然甘く見てないんだけど、パッションリップが動いちゃったせいで
これねちょっと危ないですな。あの銅宝箱を取りに行くっていう選択肢がちょっとなくなりかけてるんで、どっかでなんかセーブしないといけないんだよな。ここはアーツバスターバスターでいいでしょう。ちょっと宝具の方優先します。多分ね、そうこれやば強化されればされるほどバーゲストが強くなるっていう意味わかんないことになるのやばいな。よし、ということでここ、とりあえず突破で動けないから、このまま、まあ後方支援でプジノ行ってもらって、メディアさんはもうお留守番、よしお留守番しておきましょう。ということで次、どういう風に来るかな。あ、まあまあシンプルにそう来るよね。そう来るんだったらそう来るで別によくて、痛いな、すっごい痛いな。クリ発生してないのにシンプルに痛い、怖すぎる。で、スター集中度だ下げて、スター獲得してチェインが組めるのでチェインで殴ります。まあ、宝具打つよりもチェインやった方が早いんでね、バーサーカーだったら効果量アップしてるっていうのがやっぱ安定して強い。よし、とりあえずけどこれで回復はできたんだけど、できただけであってまたパールバティで交代ドンってやられたらめんどくさいなって思ったんだけど、そうか、風魔小太郎はアサシンだから2回できんのか。痛いなー、あ、やば、うわマジかよ、相手の AI 賢いなー。うーん、ここでエッちゃん落ちたんめちゃくちゃでかい、しんどい。上っ側の攻略の時間が少し下がってしまうっていうのになるんで、あー、どうしよっかなー。まあ一応ここで間ね、モーツァルトが壁になってくれるんだったら、その間にバケコとフジノンで銅宝箱回収しに行けるっていうのはあるんだけど、ところどころ喋るボイスがすごいなんかいろいろあって、俺が喋ってはいけないタイミングでやってるんだけどごめんなさい聞きたい方はぜひ聖杯戦線やってください。あーね、ここ痛いんだよな、痛いなー。ということで飛んだな、上っ側の陣営全部倒れちゃった。えっちゃんなんとなく使いたいなーって思ったけど、やっぱりあれだね、耐久できるキャラクターとか持ってこないとシンプルにちょっと辛いね。でバケコはもうこのまま下っ側行ってもらって、ここで回収します。ご苦労様、お役に立つといいですね。お役に立つといいですね、キューピーありがとう。でここはあえてこっちに行ってパーティー効果発動させておこう。で嫁ネロも一応向かわせておかないとまずいんで、嫁ネロも向かわせておきます。で影虎さんでできたらね、宝具、おお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 お、ん、なんかよくわからん AI になったな。まあまあええか、まあ、ただここでここ回収できるっていうのと、銅宝箱がもうあと1個しか残ってないんで、ここでパールバティ倒しますか。倒せるかな、倒せたらすげえ嬉しいんだけど、アーチャーだからね、クラス相性的に OK、これだったらいけるはず。マスタースキルも打っておきましょう、ついでに。で防御力アップもやっておきましょう。で殴る、ダメかの用意、ダメかが強い。これバスターで、あー微妙だな、多分3000ぐらい残りそう、6000か、あー残っちゃったな。まあまあけどここに関してはとりあえず、あ、影虎さんに行ってくれる分だったらいいよ、もう一回攻撃できるんでね。フジロンの宝具貯めよう、フジロンの宝具貯めておいて、ここで貯めることによってあれだね、パッションリップにとりあえず殴ることができるから、多分なんとかいい感じになるはず。あー宝具貯まらんかったか、まあこれは仕方がないね。ただただまあまあ OK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 、でとりあえずここで倒したんで、宝箱を回収できる、回収しましょう。で宝箱を回収しつつ、髄液ありがとう。でここの場所がね、 HP を完全的に3000減らすっていう意味わかんないことやってくるから、ちょっとそこだけ怖いんだよなーっていう。あとリップが攻めてくるのかどうか、攻めてきたね、攻めてくる分には別にいいんですが、
バレリ東八毘沙門天の。ああ11万の1ブレイクか。おいいね、これでとりあえずいい感じに。てかしれっと HP3000 消えたの、うわ。あーまあまあまあ、ここ宝具打てるんで宝具打ちましょう。てかこれやっぱ曲かっこよくていいね、好きだわ。こっちの曲も BJ も好きだけどね。はい、ということでとりあえず1ブレイクはできるかな。強化無効とかいろいろ入れてたんで。うわ、ケロ微妙に、うわ足りなさそう。うー微妙、うわ足りんか。倒してくれると思ったけど倒せないか、これは仕方がないね。おただもう一回殴ってきてくれるんで、ここ普通にダメージ食らって NP 回収しつつ、まあ、次のターンアーツチェインの方をメインで見てあげればなんとかなるかな。あーまあ影虎さんかな、やっぱり。とりあえずオーバーキルして NP 回収しときましょう。気持ち、まあ、星出しもできるので。やっぱ影虎さんのこのモーションめちゃくちゃ好きだわ。影虎さんの水着来ねえかなって思ってる自分もいたりする。はい、でとりあえず1回目で宝箱の場所は大丈夫だから、ここで3人でレッツゴーです。もうここでもう全部倒しちゃえば終わりなのでね、とりあえずぶっ潰しましょう。減少やめてくれ。あただここどう、ちょ待って、ヨメネロが宝具レベル3か。3だったら影虎さんにバフって殴ってもらった方が強えな。影虎さんバフで、攻撃力アップとかない。まあ一応この子天じゃなかったはずだけど、バフってあげて。天だったっけな、覚えてないや。もうバフとかの天地人属性に関してある程度忘れてるからな。入ったら嬉しいけど、うん入ってない。ということで攻撃強化しつつ7万か。あれそのこと考えたら、うわ宝具2連発すればよかったじゃん。そうだよね、宝具2連発で勝ててたじゃん。バカだな君は、どうしてこういう風に長引かせようとするんだいっていう。まあただここでねちゃんと倒せるので、今回はここで終了ということでいい感じですね。ちょっと難易度上がったから、なんかそこまで敵強くないんだけど、宝箱の配置がちょっといやらしかったから全部取れないんじゃないかって思ったけど、まあどうにかなりましたね。オペレーションはここからが本番です。最後まで楽しんでくださいね。ということで聖杯戦線勝利ですね。いい感じです。ああ報酬として精霊魂入手できてるっていうのはでかいね、ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。ああただやっぱ宝箱の配置がさっきも言った通りちょっといやらしくなってくるから、まあ次どうなるのかっていうのはちょっと気になったりするかな。うんいい感じにやってほしい。あとバケコがねちょっとえげつないほど強かったから、今後もバケコ使っていきたいな。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。